はい、どうも、監督と申します。本日もモーニングウェブ2016マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。本日はですね、まあ、試合の動画なしでね、ガチャを引いていきたいかなと思います。はい、まあ、ガチャ券がね、こんだけあるんでね、なんかまあ、ログインしとったら、なんかいつの間にか溜まってったガチャ券なんですけどね、まあ、トップエージェントのガチャ券をね、まあ、3、7、そうですね、7回。回していきたいと思います。で、まあ、スタメンの選手がね、まあ、スタメンクラスの選手を獲得できたらなと思います。まあ、トップエージェントって、なんかそういう選手が来そうな、なんか匂いがプンプンしますからね、やっていきたいと思います。では行きましょう。まあ、15.7% なんでね、4回に、あ、4回はちょ言い過ぎた。6回か。まあ、6、7回に1回はね、黒が当たるということで、まあ、黒が当たったら、当然、いい選手なんでしょう。ということで、やっていきたいと思います。蹴りましょう。蹴り上げていきます。はい、いきます。まずはね、2個あるのからいきたいな。まず、フォワードからいきますか。まあ、これでいきなり来てくれたらな、それは御の字なんですけれども。はい、黒が3つということでね、まあ、トップエージェントなんでね、まあ、黒が出るまで、黒が出るまでじゃないな。うん、はい、まあ、キングですね。はい。なんかスパイク増えたな。ああ、誰や。フィンボガン。違う、フィンボガソンですね。アイスランド。まあ、アイスランド代表はね、まあ、負けて帰って、国に帰ったわけですけれども、なんか、結構、あれですね、賞賛鳴らしちゃったみたいでね。まあ、そんなことはいいです。フィンガソンです。違う、え名前フィンボガソン。フィンボガソン。はい、まあ、トレーニングコーチにしましょう。はい、フォワード行ったから中盤ミッドフィルダーが1人少ないねんな。まあ、次ディフェンダー行きたいと思います。1番ディフェンダーがね、まあ、もう枠いっぱいってわけじゃないですけど、まあ、結構いい選手ばっかり揃ってるんで、もうディフェンスは欲しいのいないですよね、実際ね。まあ、ルイスんグレン・ジョンソン、え、ベン・ジョンソンって顔ちゃうやろこれ。はい、まあ、イングランド代表でもないのかな今。ヘスティレッド、まあ、こんなとこに移籍したんですね。もうなんか知らない間にね、顔も違う選手になってしまって、確かね、リバプールに所属してたんかな昔は。その頃は知ってましたけどね。まあ、当然トレーニングコーチに。はい、まあ、ディフェンスがね、もう枠いっぱいということで、まずディフェンス回しちゃいましょうか。回しきっちゃいます、ディフェンダー。フレンチ・ジョンソンね。いや、悲しいな。モンタージュ、どっちだったかな。顔がね、モブの顔になっちゃうからね。ほんと悲しいことですよ。はい、ディフェンダー。金、ここで金使っとこうか。な。ユリアン・コルプ。ドイツ、ボルシア。え？ボルシア、メルフェン、グラート、バッハ。こんなチームあんねんな。てか、ウイレにドイツのチームが入ったのか？不思議や。でも、まあ、トレーニングコーチにしていきます。はい、次行きましょう。え？何や？空きがない。んな、ほな。ほな、放出すんで。空きがないって何やねん。それはびっくりやな。はい、ということでね、まあ、早々とディフェンダーを消費しました。次はミッドフィルダー行きたいと思います。はい、もうラスト1個のミッドフィルダーを回すというね、愚行に出ましたけれども。さあ、どうなんでしょうか。来た！うわ、中盤で来たか、黒！引く。引けへんわ。ベランダ。発音の時はベランダやと思うけど。ベランダ。あかん。ボロッコ、在籍クラブなしということで、これはいったな。まあ放出しておきますか。ガーン、コナミチケットが消費されていく。キーパーいきます。コナミチケットが悲しい。惜しいな。惜しいとかないけどな。はい、お、誰や？博士が来ましたよ、これ。
トーマ、エスターブラス、いやーやばいな。フォワード行くかキーパー行くか、どうしようかな。フォワード行こうか。フォワード、あかん、いきなり外れた。ナイキ、あ、帰ってきたエルシャーラウィ。いやどうしよう、エルシャーラウィいつの間にか放出してしまったやん。結構ね、エルシャーラウィはな能力低い。ごめん、ラスト1回、キーパー引いていきたいと思います。はい、頼むぞ頼むぞ。あかん、まだ分かれへんで。スパイクかっこええ、黄色のスパイクやからな。何やこれ、眠たそうな顔してる。ラマンナ、イタリア、ジェノア所属ですね。ラマンナ、こんな辛いガチャやったか。入ったな。はい、ということですね。まあまあまあ、ラストはこれ引いて引こうか。ワールドスターズこれ一回引いてね、まあ選手獲得できたら枠がいっぱいということで行きましょう。もう黒確定ですからね。来ました。はい、そしてそして、え、いやー見たことある風や。誰やこれ、マルティンスインディ、なんか来たことあるもんな、いつか忘れたけど、多分な2015か5ぐらいで獲得したことがあるかもしれない、マルティンスインディ。きついな、ディフェンダーでスキルがマリーシアしかないという、これなかなか滑稽な選手やな。スピードもそこそこあるけどな、マリーシアしかないからな。ほほ、ずる賢さだけでディフェンスしてる。いや放出でしょ。はい、ということでラスト1回、これワールドスターズ最後のガチャ、100% なんでね、もう今度こそ今度こそという気持ち引いていきたいと思います。引いてこう、しっかりしやー。お、スパイかっこいい、かっこよくないわ、ごめん、色だけやった、キラキラしてる。タイボー、タイボーナイジェリア、AC ミラノの選手じゃないねんな、 AC ミラノに所属した選手にタイボーとったような気がしたけど、気のせいかもしれん。キック力あるな、スピードもあんで、まあ、レフトサイドバックやもんな、サイドバックか、ミドルシューター、スキルなし。すみませんでした、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。9回ガチャ回しましたけどね、まあ、ちょっと即戦力みたいなのちょっと1人ぐらい獲得できるかなと思ったんですけど、なかなかね、厳しいものがありました。ということで、ご視聴ありがとうございました。オフィニ。